J1 昇格プレーオフ引き分けの場合、 J2 での順位が上回る東京ヴェルディの昇格となります。
国立にはおよそ5万3000人が集結。この光景にはラモスさん、森岡さんも、いや盛り上がってんな、盛り上がってる、こんな変化して盛り上がったの初めて。その分ね、ほんと天国と地獄なんで。その天国と地獄を分ける熱い試合は前半6分、清水のチアゴ・サンタナが左からクロスを上げる。ここは味方に合わずベルディがクリア。ナイスナイスクリア。一応さあ、勝たなければいけない清水ですが、ワールドカップでも活躍した元日本代表乾隆がプレーでチームを引っ張ります。ビューティフォー。乾のプレーを2人が絶賛。いやさすが乾です。さすがっすね。いやー素晴らしかったです。もう久しぶりこのいいプレー見ました。見れたな。すごいすごい。上から見てて騙されるってそうそうないんですよ。今切り返しで2回相手を翻弄して、それ通るのっていうのを見事通して。清水ペースだった前半ですがスコアレスで折り返します。運命の後半スタート。このまま引き分けならヴェルディが昇格。サポーターの応援にも一層熱が入ります。いやいや、明治のサポーターがやっぱり一番いいな。何年も苦しんでるからここで喜ばせたいね、明治のサポーターが。いやすごい。一方得点を決めるしかない清水は後半16分でした。相手のハンドで PK を獲得。なかなかボール当たったんですよ。それはかわいそうだ、ね、かわいそう。今の本当にかわいそうだ、ね、ワンバウンドで当たっただけです。ここはきっちり決めて清水が先制。ラモス大先輩に少し遠慮して控えめに喜ぶ森岡さん。追いつきたいヴェルディは後半の44分でした。大丈夫、行きましょう行きましょう。ここでヴェルディヴェルディヴェルディ。テンションが上がりまくりのラモスさん、こぼれ球を森田がシュート。しかし枠を捉えきれません。いやー森田素晴らしい。そして試合終了間際でした。もう清水かという空気が漂い始めたその時、ヴェルディのソメロがエリア内で倒された。さあ判定は PK。5万3000人の観客が固唾を飲んで見守ります。キッカーは22歳の染野。土壇場で引き分けに持ち込んだヴェルディ、ついに沼脱出、16年ぶりに J1 昇格です。ありがとうございます。先輩の前で申し訳ない。いらっしゃー。 J リーグの OB としてはね、こういう舞台でまたこういうゲームを見させてもらったのはやっぱり嬉しかったけど、でも悔しいでしょ。悔しいですね。こういう苦い経験も全部クラブの糧になるんで、間違いない。それを絶対来年にね、つなげてほしい。それだけですね。J1 昇格の PK を決めた染野樹は、試合を終えての率直な気持ちを教えてください。
まあ、点を決めれたのは本当に嬉しいし、まあ、ほっとしてます。東京ヴェルディを支えてくれた、後押しをしてくれたファンサポーターには本当感謝していますし、もっともっと高いレベルを目指して頑張っていくので、これからもよろしくお願いしますと伝えたいです。ファンサポーター含めて家族みたいなチームだったと思います。一丸となってできた1年だったかなと思います。試合後、ヴェルディのサポーターを直撃。おめでとうございます。ありがとうございます。6年ぶりですよ。はい、長かったです。長かったですね。じゃあ、はい、ちゃんと J1 で戦えるようなサポートができるように頑張っていこうと思います。16年ぶり、はい、やったかって感じですね。布団してきてよかったなって思います。一方、敗れた清水のサポーターは、全部もう全てもうこれに向けてやってきたんだよ。本当に帰り記録も出ないというか、もう本当に負けて悔しい。大変ぶっちぎって優勝して忘れ物を取りに行きます。沼なので早く抜けてほしい。ラモスさんも森岡さんもおっしゃっていたのはですね、東京ヴェルディが自分たちのスタイルを貫いたということでした。このチームを信じ、自分たちでやってきたことに自信があったからこそ先制されたのが崩れなかった、これが勝利につながったと話してました。それにしても素晴らしい試合でしたし ね、 本当ですね。もうサポーターの皆さんもね、本当にヴェルディの人たちは嬉しいし、エスパルスの人は悔しい。またこれからね、楽しみに見ていきたいですね。さあ、続いてはバスケットボール B リーグ、日本代表同士が激突しました。